地球防衛軍の諸君ではないか。オラミのジェニファー、私の言った通りだったの。おお、これほど大量の人間どもを見るのは初めてだな。わざわざこんなところまで。それはやっぱりゴードンさんたちを助けに来たんじゃないんですか。ふーん、それにしちゃ様子おかしくない。どうしたんだい君たち、地球勇者キャプ。どうした。私だよ、地球のヒーロー、キャプテン。お前実は嫌われているのではないのか、ゴードンさん。バカを言うな。私は地球勇者だぞ。コミックやテレビアニメにもなった。その割にはあいつら無反応。ゴードン、私たちは異様だって。どういうことだジェニファ。私たちに魔王大使を頼んでおいて、魔界へのルートを確保することが彼らの真の目的だったの。なんてことを言うんだジェニファ。彼らは危険を冒して我々を助けに来てくれたのだぞ。でもゴードン。もういい、そんな話は聞きた。君には失望した。たった今から君を助手から解任する。そう、分かったわ。私はどんなことがあっても地球の民を信じる。信じて信じ抜くのだ。それが地球勇者というものだ。な、地球勇者キャプテンゴードン、お前を抹殺する。え、速攻で裏切られてるじゃん。何が地球の人気ヒーローだ。かわいそうなゴードンさん。死ね。ちょっと待て、どういうつもりだ君。防衛軍が私を攻撃するとは。だから裏切られたんだって。あんたも鈍いね。ピロ
おお、ゴードン君、まだ生きていたのかね。なんですと？君が魔界へのルートを確保してくれたおかげで、これで魔界は我々地球人、君たちには感謝しているよ。なんてこった、私たちは利用されたというのか。あの、もしかして今気づいたんですか。よかったな、フロン。お前よりアホな奴がいて。くっ、そんなことはもちろん、とっく嘘つけ。ゴードン君、君は非地球勇者キャプテン・ゴードンは魔王と戦い勇敢に死んでいったと。地球、それが私からので。はゴードン君、永遠のお別れだ。人間にもなかなか見どころのあるやつがいるものだな。全くです。今度スカウトしに行きましょうか。お二人とも何バカなこと言ってるんですか。ジェニファあんたが彼女を信じないで奴らを信じたから傷ついてんじゃない。知らないった。確か助手から解任するとか言ってたよな。ああ、かわいそうなジェニファーさん。ジェニファー、その、いいのよゴードン、私は助手を解任されて。ジェニファー、ごめんよジェニファー。